じゃ、こんにちは。はい。加田監督がもうご立腹です。怒ることあるか。はい。なんで？阪神交流戦前まで非常に連勝できていてよかったんですが、やっぱりちょっと交流戦に入りまして、はい、打つ方が湿ってしまったり、投げる方もフォアボールからのホームランだったりと、ちょっとこう勢いが停滞しているのかなと。まあね、はい、勝つって疲れるよ。そうですね、勝ち続けるのは。そうだ、疲れるって。やっぱ緊張感もあるし、はい、やっぱリスクを伴って勝ちにいってるしね、はい、で勝てた時にはそのリスクは報われるんだけども、うん、でもひとたびちょっと歯車が狂うとリスクを背負ったやつが疲れとなって出てくるよね。そうですよね。その一つ、昨日も岡田監督がぼやいていたんですが、ノイジー選手に関し、ノイジー選手を外す、今日なんかちょうどええな、もう辛抱できひんというところで、ノイジー選手にちょっとぼやきと。いや、まあでもノイジーで勝った試合ってたくさんあるしね。そうなんですよね、確かにノイジー選手に助けられて、あと守備でも助けられたりっていうのそうそう、たくさんあるんですが、いつもいつもね、はい、こう働けないよ。それとやっぱ日本に来て、やっとセリーグに慣れて、はい、本拠地だとか回って、あ、こういうとこでやってんだみたいな、え、今度交流戦みたいな、え、宮古仙台って どこだみたいな。まあそうですね、いや、そうなってると思うよ今。環境がまた交流戦で変わってきたからというところも、だと思うよ。まあまあ、そうだね、はい、まあ言っちゃおうかな。え、何ですか。言っていい。言っていいです。あの阪神打線を止めるのはやっぱ3番を殺すことだよ。3番を止めるっていうこと。まさにノイジー選手。そう、ノイジーが止まると点が入らない。1、2番はとにかくいい。いいですね。大山はそれを返す。サトテルがちょっと落ちてるかな、今。で、6番にミエセスとか、入るけど、はい、いや、そこまで怖くはない。うん、森下選手。いや、そしたら、はい、あの打線っていうのは、言えば1番から5番ぐらいまでの打線なんだよ。はい、で、まあ、木浪も効いてるけどね。そうですね。木浪が、まあ、梅ちゃんも良くなってきてるから、下位打線から近本、中野に回った時が一番怖いんだけど。やっぱね、ノイジーを止めとけば、はい、というか3番バッターを止めとけば、あの打線はもう本当に機能しなくなる。今まさにその3番で止まっちゃってしまっていると。そう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 。で、その岡田監督が言っていたのが、ノイジー選手がやっぱりそのボール球を振っていってしまっていると。あんなのそこに立っておけばフォアボールなのに、低めのその球を振ってしまっている、あれじゃあかん、今日ぐらいにもうスタメン外さなあかんなと。まあそうかもわからないけど、アメリカからフォアボール取りに来たわけじゃないからな。まあそうですね、メジャーの選手とか、うちに来てるわけだからさ、はい、それはね、まあ確かに気持ちはわかる。もうね、インセンティブつけるといい。フォアボールを1個いくらという。ああ、そういうインセンティブですね。これはね、ラミレスが変わったんだ、それで。あ、そのインセンティブ。やっぱね、ヒットを打つとか、はい、そういうことでやっぱ評価が上がったりだとか、お金をもらえたりとかするんだけど、フォアボールじゃ何にもならない。だから昔の外国人選手ってフォアボールをめちゃくちゃ怒ったんだよ、相手ピッチャーに。なんでそんな向きになるのみたいな、はい、いいじゃないかみたいな思うんだけど、うん、やっぱね、打たないと金にならないっていうのは彼はよく知ってるんだよ。だからノイジーに、ね、はい、フォアボール1個、うん、いくらっていうのインセンティブつけたらもう黙って立ってるかも。そうですよね。いや、ほんとほんと。ただその低めの球を振るっていうのが、ノイジー選手的に今どういう状態なんですか。焦りだな。そのヒットが欲しいっていう、やっぱり打たなきゃいけないとかね、うん、まあ、ストライクに見えてしまうんでしょ。誰もボール球を最初からボール球を振りにはいかないから、だからその分やっぱ気持ちが焦ったりだとか、気持ちよくはやってないよね。そういうのは例えばベンチで通訳の人だったりスコアラーの人が もちろん何かあると思うんですよ。いやいや、もうね、絶対言ってるよ。そうですよね。いいか、ストライクゾーン上げろとか、うん、言ったって、あの打席の中に入って150キロ越すボールを投げられて140キロ前後のフォークを落とされたら、はい、ほらね、なかなか打てんよ。振っちゃいますか、やっぱり。そら昨日の山本見てみよ、お前。ジャイアンツ食らいついてるけど、はい、途中からカット入れられちゃって、あれみたいな、これはなんだみたいな、そなっちゃうんだから、ね、そらね、なかなか打てないって。あ、だけど岡田監督はやっぱそうやってぼやきながら相手のこう様子を見るという、はい、まあ、野村監督に近いような感じはするけどね。ああ、なるほどね。だから本人に言わなくて、やっぱこうまた聞きさせるというかさ、はい、おっしゃる、よし、やってやろうじゃないかみたいな、なんか神妙に聞かなくてもいいじゃん、ま、岡田監督に直接さ、ノイジーよと、お前何やっとんだと、お前コル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 振りやがって言って言われるよりも、新聞かなんかの新聞記者とか、新聞に通訳にこうやって言われてるよってことは、そうかみたいな、じゃあやってやろうじゃないかって、
まあ、そういう効果もあるかもわからない。でも実際のところ3番のノイジー選手を外すってことは現実的に、まあ 今日がまあでもお前中日のお前外国人見てみろお前、あれはなんぼかいいよお前何回も外して入れ替え制でしたね。入れ替えもうぐるぐる 目が回るほど回ってるけど、まあ、やっとなんかビシエロが打ち出したっていうね、はい、まだまだいい方だ よ、 いやそうですよ。昨日でもね惜しかったもん、浅村のこう左の方に右の方に飛んだのか、浅村選手が良かったですね。いや良かった、これうまかったもん、うん、そうです。あんなにヒットになってたらもうああいうぼやきはなかったと思う。そうですよね、まあ、確かにね、タンパクであったりだとか、まあ、基本から外れると、はい、例えばそのボール球を振らないとかそういうところからあんまり外れてないとそんなぼやきはないんだけど、とてつもなく外れてる時はあるんだよ多分なんであんな高めを振って三振ゲッツーやねんとか、はい、あんなもんお前ブルカみたいななっちゃうわけよ、大山がいいだけに。そうですね、次がね、だからまあそういう意味ではね、まあ相手はやっぱもう気づいてるよ、3番に入ってる人間をなんとか止めないと阪神打線は流れるっていうのは分かってるはずだから、だからこれから3番を打つ人はやっぱプレッシャーになってくるよ、はい、そうですね、阪神の3番、そうそうそう、仮に本当にじゃあ岡田監督がもうノイジー選手重傷だ外すっていう風になったとして、じゃあ3番誰にするのか、もしくはじゃあ3番ノイジーじゃなくてノイジー選手を違う打順に入れるのか、それぞれのケースって豊さんだと何が考えられますか。まず3番をノイジー選手外すとなると打順というのは誰を入れるかだよ、はい、例えば、まあ、外国人であとまあミエ選手、選手はいますけれども、やっぱり左よりもやっぱり右を入れたいんだよね多分、はい、な井上とか森下とか、森下選手、はい、森下もブリ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 昨日そうでしたねまあまあ確かに振ることは大切だけどね、はい、まあ、ノイジーと変わらなくなってくるかなとか思うしあ、まあそうですね、そうなってくると、まあ、ノイジーで我慢するんじゃないの。あとはその打順を、例えばノイジー選手を違う打順に入れて誰かを3番にっていうことはありえますか。まあなくはないけどね、なくはないけど、やっぱノイジーが俺は適任だと思うよ。それかもう気分転換にミエセスを3番で使うか、うん、大阪のおばちゃんを大阪のおばちゃんと買い物かごかと持たせたら似合いそうだよね。いいですよね、だからスイタンシフト大阪のおばちゃんでなんか共演してコラボしてほしいですけどね。そこはいいよ。あそこはいいんですか、オリックスのそこはしなくていい、しなくていい。あ、だから3番ミエセス選手でも、まあ、長くは続かないと思うけども、うん、はい、まあノイジーの代わりってなるとさ、うん、そうかなと思うけどな。あとファームに行ってるでしょ。そうですね、井上とかね、はい、井上が調子いい時はもうかこのまま出来上がったなと思うけど、うん、すぐダメになったな。やっぱりね、まあまあまだ若いっていうところもある、ね、若いけどさ、若い選手はもういくらでも頑張ってるからね今、はい、だからもうちょっと頑張らないといけないけど、はい、やっぱ3番バッター、まあ、近本を3番にして、はい、中野1番、はい、木浪を2番っていう策を講じるか、ね、まあ、近本は非常に得点圏がね、はい、今セリーグでナンバーワンだし、まあ、そういう意味では 1,2 番が出た時にね、うん、返してくれるかなと、はい、それと打ちやすい環境をもっと大山に提供していくかなっていうような、うん、まあ言えば金本が広島から FA で来た時に、はい、浜中4番、金本3番で浜中にいい形で絶対渡すからお前返せって言ったような、はい、まあそういうような3番を近本に期待をするの、うん、それなんかすごいありですね、その打順というか打線、もしノイジー選手が外れた場合。ただね、木浪がね、はい、ちょっとかわいそうなんだよ。お、これが2番になるとですか。これね、1シーズンフルにこうやって出ていくレギュラーでショートでしょ、もう疲れてると思うよ。あ、そっか。いや疲れるよそら。それで2番とか打たされたらバントなんか失敗したらもう寝込んじゃうよ。そんなですか。本当に。いやそのぐらいやっぱりね、あれ彼らは疲れてるって。でやっぱこうモチベーションはあるよもちろん、まあ、だけどやっぱり周囲を走ってるという緊張感もあるし、はい、だからそういう意味では木浪のポジションはなんか変えたくないんだよね。あの8番っていうところですよね、うん、であそこでよくやってるからさ、はい、でもあそこが効いてるからなんかこう打線もなんかこうすごくスムーズにいってる感じがするし、木浪を上げることによって下がスッカスカになっちゃったら、はい、これまた怖い打線とは言えなくなるしね。そうですね。で近本がいい、だから下位打線から上位打線に持っていきたいとか、そういうこと考えるとなかなか動かせないよね。ということは
はやっぱり3番ノイジー選手を外すっていうのは、いや外すというよりもインセンティブでフォアボールを30万ぐらいやれっつうの。1個30万いいね、1フォアボール高いか、ちょっとそうですね、まあ、10万ぐらいとか。あ、10万でもいいな。そうです、10万でも20万、まあ安心金あるからさ、はい、20万でもいいな。そうするとね、もしかするとこう打席での意識、100個で2000万だよ。美味しいですね。まあ彼にとって美味しい金かどうかは分からないけど、まあ、そうか、我々にとっては美味しい金だよ。そうですね、必死に取るよね。いや多分振らないと思いますよ、見極める。もう1個心配に、うん、2万でどうだ。フルカウントが、フルカウントが2万退場って言われますよ。OK みたいな、ボールみたいな。退場って言われます。もう絶対ないことだけど、はいはい、絶対ないことだけど、うん、いやそのぐらいの気持ちになるっていうね。そうですよね。だからノイジーにフォアボールのインセンティブをつけると、うん、絶対俺変わってくると思う、ボール球に関しては。まあ、外国人選手ってそうかもしれないですね。絶対そうだと思うよ、うん、あのやっぱ打ちたい打ちたいが先に立ってんだよね。はい、うん、だから打たなくても金になるって思うとさ、うん、楽だ、立ってますよ、立ってるだけでいいみたいな。はい、で勝手に2フルカウントになるから。そうですね、立ってるだけで、はい、そしたらもうあと1球の勝負じゃん。ここでここでってなりますもん。もうここら辺で勝負だから。そうですよね。だから、まあ、結局相手バッテリーもノイジー選手低め投げると打ってくれる、振ってくれるっていうのがあるので、今そこ攻められてるのかもしれないので、そこ見極めるとまたあの自分の打ちたいところにボールって来てくれたりもきっとしますよね。まあ、普通だったらその野球の貢献ってさ、やっぱり塁に出ること、まあ返すこともすごくポイントは高いんだけど、やっぱり塁に出ることっていうのはポイントは高いからね、すごくね。だからフォアボールの価値というか、そういうのもやっぱりしっかり説明してあげなきゃいけないし、ボールを振らなくなってくるとやっぱり率は絶対上がってくるよ。でまた打てるところのポイントが増えてくると思うから、ストライクでね。だからまあ相乗効果もそのインセンティブによって俺はできるような気がする。もうぜひぜひあのインセンティブを結んであげてください。お願いします。